ゼロ。早く戻らないと。何としても奴らの野望を。次元転送光線パワーレベル到達。本日の実験を終了。実験体エネルギーバイパスを閉鎖します。ダークロプスゼロ、ベクターギアを破壊した時は驚いたけど、あなたは私の忠実なしもべ。命令には逆らえないのよ。気のせいか。ダメか。今助けてやるぜ。その声、まさか。お前は。ちょっと待て。ここか。あれ、お前はレイ。そうなんだな、バトルナイザーは。なんだよ、お前もバトルナイザーを失ってたのか。レイオニクスの血をコントロールできていないのか。原因はお前だ。何？お前というレイオニクスの存在をテレパシーで感じたとき、俺の血がレイオニクスの闘争本能が勝手に。厄介だぜ。お前は傷が。やはりお前には傷がないのか。傷？力を制御しろ。ダメだ。この姿でいないと消滅が早まる。だがお前がいる限り今の俺は暴走を抑えるのが役目だ。落ち着け。うちのボスと似てるな。宇宙が消滅しようとしているんだぞ。さあ行くぞ。レイ、レイ、レイ、レイ。はあ、
バトルライザー。これは、そうか。ピトラの激突で、奴らの基地に穴が。俺とボスと仲間たちとの友情の印だ。こいつがある限り俺は二度とレイ・ブラッドの言いなりにはならない。絶対にな。そうか、お前は暴走を克服したのか。俺一人の力じゃない。仲間と、そしてウルトラマンたちが俺を信じてくれたからだ。ウルトラマン、ロボットとはいえウルトラ兄弟とやり合うってのは結構きついぜ。こんなに大量のウルトラマンを、宇宙人は何を企んでんだ。驚いた？サロメ製の偉大な科学力に。サロメ？サロメの科学は万能よ。ウルトラ兄弟はおろか、あなたのバトルナイザーからメカゴモラを作ることもね。よくも！遠鏡の惑星へようこそ。サロメでは惑星チェイニーと呼んでいるわ。何の実験か知らんが、お前たちは宇宙を消滅させようとしているんだぞ。あれを見て。ダークロプスゼロのディメンジョンコア。ディメンジョンコア、一歩間違えば宇宙をも消滅させてしまう禁断のエネルギーよ。だが我々は成功した。
ディメンジョンコアの完全制御ね。次元をコントロールし、多次元宇宙を自由に行き来することが可能になったの。多次元宇宙は？はっ、おい！まさか、お前たち。そう、あらゆる次元の全宇宙へ向けて、私たちのウルトラ兄弟を送り込むの。バカ！平和を守るウルトラ兄弟が全宇宙を制圧する。サロメの手先としてね。転送開始。次元転送カウントダウンがスタート。何？最後まで諦めるな。修行の日々を思い出せ、レオ。レオ。受け取れ！ゴモラー！何？よし！破壊しろ！Oh!
をする。離せ離せ、ダークロップスゼロ。思い上がるな、人よ。命などという儚いものにすがる貴様たちに、この俺が支配できると思っていたのか。時間はない、脱出だ。だがどうやって。俺たちのエネルギーを合わせる、ダブルフラッシャーだ。できるな。わかった。喋らない方がいい。ダークロプスゼロは我々のロボットではない。何？宇宙を漂流していたあいつを我々は発見し、サロメの努力で蘇らせた。命令に従うよ。改造を施して。ダークロプスゼロは何者なんだ。おそらく別の宇宙から。別の宇宙。元はといえば俺のバトルナイザーが生み出した怪物だ。
俺が始末する。一緒に戦おう。ゴーの男の勲章か。レイ、胸の傷だよ。バトルナイザーに触れた時、お前の記憶が俺の中に。記憶を共有できたおかげで俺はレイ・ブラッドから解放された気がする。レイ、負けはしない。やっと本気か。
遅えんだよ。俺のビッグバンはもう止められないぜ。同じ手は通用しねえぞ。必殺技はな、とっくに見切ってんだよ。これで勝ったと思うな。宇宙を揺るがす恐怖と絶望のカウントダウンはすでに始まっている。やがて我々の宇宙から強大な動いてる。ボス。ん？これは時間も場所も歪みに吸収される直前に戻っている。今までのは夢だったのか。聞こえてるか、ペンドラゴン。ん？こちらはペンドラゴン、船長のヒューガだ。無事だったのか。ああ、こちらは全員無事だ。俺も熊野も春菜もオキも、それからレイも。歪められた次元が元通りに修正されたおかげでな。ありがとう。ヒューガ船長、ボス、ありがとう。多次元宇宙も我々の宇宙も消滅の危機は救われた。さあ俺たちも帰ろう。どうした？いや、ウルトラマンゼロは何？きっと大丈夫さ。よし、スペースペンドラゴン発進。了解。